はい、945回始めます。4月5日になりました。もうまたね、日付またいで今深夜ですよ。12時半過ぎじゃないですか、4月5日の。まだなったばかりです。はい、ね、もうこの時間からやるとね、もうまた朝方までやって、疲れたまんま仕事に行っちゃうというね。で、疲れはずっと溜まったまんまみたいな感じです。こんな毎日でございます。いやー、4月に入ってね、我が宮城県もようやく桜、もう最高、もう、まあ、ピーク過ぎたかな、って感じですね。綺麗ですね、桜いいですね、本当に。で、今回テレビ朝日からですね、945回、事件です。まあ、またね、お年寄り絡みですね。車の中で知人女性に刃物突きつけ金を出せと、強盗致傷の疑いで76歳の男逮捕ということでね。千葉県東金市で76歳の男が知人の71歳の女性が運転する71歳の女性が運転する車の車内で、刃物のようなものを突きつけて現金などを奪おうとしたとして逮捕されましたと。これは強盗致傷ですね。疑いで逮捕されたのは、東金市自称無職、大谷義郎容疑者、76歳ですね。はい、大谷容疑者は、3月28日の午前8時40分頃から20分以上にわたり、東金市内知人の71歳の女性が運転する乗用車の中で持っていた刃物のようなものを突きつけて、金を出せなどと脅したと、現金などを奪おうとしたと。で、車は付近のコンビニに止まって、2人を見た目撃者が、ナイフで刺されると言って、男と女が揉めていると、通報したんですね。周りの人がね、コンビニですからね、周りの人が気づいて揉めていると、で、女性は左手首を切るなど怪我しましたが、命に別状はないと。大谷容疑者は調べに、金を貸せと、後部座席に乗って、コンビニに行ったことは間違いないなどと話しているということでした。ね、76歳の男が71歳の女性、しかもこの71歳の女性が車を運転しているんですね。で、後部座席からナイフのようなもので脅すというね、いや本当に高齢化社会をまざまざと感じさせるような事件でございますけども、昔ね、私ね、やっぱ高齢者、私まあ、昔っていうかね、30ぐらいまで70とか80とかいう人見たら、もう、おとなしくなってね、丸くなってみたいなイメージあったんですけども、どうも最近の高齢者見てるとね、まあよう喋るし、昔の高齢者に比べるとよう喋るし、なんていうかな、今私、まあ、アラフィフですけど、50、40、50ぐらいの人とそんなにね、頭は変わんないのかな、まあ人によりますけどね、感じしますね。昔のお年寄りよりはもっとなんていうか、まあ気持ちは若いというかね、で、昔のお年寄りより全然今のお年寄りの方がまず喋る、で、気持ちも若い。で、この事件とか事件とか起こすその内容も割とね、若い人のなんていうんだろう、起こす事件と似てるっていうかね、この後部座席座って、まあこれどういうね、知人関係なのかわかんないですけどもね、金を貸せとか金を脅し取ろうとかね、したみたいですけど、まあ なんていうのかな、我々とそんな変わんないんじゃないかなっていうね、感覚が、気がします。そして自分もそうだし、まあ段階ジュニア世代の私入り口ぐらいな感じですかね、なんですけども、我々がね、70代、70歳、75歳、80歳、まあね、認知症を発症するかどうかにもよりますけども、意外にこのままいっちゃうんじゃないかなって気がしますね。丸くもならないし、穏やかにもならないし、喋らなくもならないしみたいな、
感じしますね。はい、で本当にね、76歳が71歳女性を脅すとかね、本当にこういうのが多い、うん、本当に多い。まあ今日本人の平均年齢って多分私の読みだとね49歳か50歳なんですよ。ですのでね、こういう事件事故もね、まあ、まあ50歳だとすると、まあ、50より上か50より下かって言ったら、まあそうですね、まあ、50より上の人がね加害者になっても被害者になっても、なんかね年取った人が何やってるのって感じしますけども、もう本当に日本ってそういう世の中、うん、過半数が50以上みたいな世の中なんでね、こういう事件とかもねやっぱりね、当然のように、うん、50以上の人が犯罪の加害者にも被害者にもなるっていうね時代になってるんだなと、うん、つくづく感じますね、この東金のお年寄り同士の、うん、事件見ると、はい、ということです。うん、もうなんてことはないね、お話ししました。一発目945回、チャンネル登録全然 100人過ぎてから伸び悩んでるんでね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。